ペットカバーがねピカピカでラメラメなんですね。あ、これいいっすね。この純正のホイールですよ。ここはあの倉敷なんで、西日本方面からね R30 スカイライン乗りがねこぞってやってくるイベントなんですけどもね、このように箱スカなんかもね来たりしますんでね、ちょっと撮らせていただきましょうね。はい、ここにね箱スカがありますね。白は綺麗な箱スカ、こちらは GTR 仕様にしているんでしょうかね。グリルはね46年か47年のグリルですね。これ非常に綺麗なね R 仕様がバッチリ決まった箱スカですよ。このグリル GTR 仕様がバッチリ決まってますよね。でね、この GTR のバッチの横にこの なんですかね、ふかな、ちょっと読めないんですけども、はい、バッチがついてますね。で顔はねチンスポがついていて R グリルがついていると、まあ、定番の R 仕様の、ね、スタイルですよね。で前後にオーバーフェンダーがついていてアルミは渡辺ですね。まあ何度も言いますが箱スカに渡辺はね定番かつかっこいいというねホイールですよね。でこれ非常に綺麗なねリムがねピカピカですね。リムがピカピカの、こういう渡辺僕結構好きなんですよね。リムがピカピカの渡辺ホイールで前にオーバーフェンダーがついているタイプ。GT バッジがね、これゴールドなんですかね、もしかしたら GTX かもわかんないですね。でリアもね極太ですよ。極太の渡辺ホイール、リムがね非常に綺麗ですね。ピカピカのリムですね。で当然ね R 仕様なんでねリアの板っぱねをつけてバッジをつけていると。で極太のマフラーですよね。非常にかっこいい。このねこの感じを見てくださいよ。このねオーバーフェンダーつらつらに決まったねこの渡辺ホイールですね。これが非常にかっこいいですね。オーナーさんで室内はねダッツンコンペですね。このホームボタンは箱スカ専用のホームボタンですよね。非常に綺麗な室内ですよね。破れがないですよねこれね。はい、あのフロントのバッジについていた刺繍がしてますね。なんかレーシングチームなのかもしれないですね。はい、非常に綺麗な箱スカ、まあ、白ガラスでね R 仕様バッチリですよね。というわけでね非常に R 仕様がねバッチリ決まった箱スカの R 仕様でしたね。すいませんオーナーさん、 YouTube なんですけども撮らせていただいていいでしょうか。っていうかもう撮っちゃった。あ、はい、あ、これすみません、僕あのトンケン TV という。あ、トンケンさん知ってる、見えるよ。あ、ほんまですか、ありがとうございます。見とるよ、いつも。ありがとうございます。もしかして、あ、エンジンルームを開けていただけるんですかね。はい、今ね、オーナーさんのご好意でエンジンルームをね、見させていただいてるんですが、ピッカピカですよね。ピッカピカのタペットカバーです。でね、何気にね、このラメが入ってるんですよね。おしゃれですよ、このタペットカバーがね、ピカピカな上にラメラメというね、ピカピカでラメラメなんですね。非常に綺麗なエンジンルームですよ。このラジエーターもね、ゴールドですよね。ちょっとこちらから。はい、ちょっとこちらからね、回って見させていただきましょう。ソレックスがね、非常に綺麗なソレックス。これは50杯ぐらいあるんですかね。非常に綺麗なねエンジンルームですよこれね。はあ、もう走りに抜かりはないぞという香りがねプンプン漂ってきますね。でこの辺のね取り回しなんかもね非常にねきっちりやっておられますね。はい、オーナーさん、はい、フロントのね GTR のバッジの横に書いてる漢字ってあれなんて呼ぶんですか。よみがえり。よみがえり、うん、
よみがえりレーシングっていうチームなんですか。三上オート。あ、そうなんですか。なんかシートもちゃんとなんかよみがえりのマークが入ってますよね。そうそうそう、あの入れないとね、はい、仲間外れ。そう、三上オートさんっていう車屋さんで作った車は全部よみがえりのチーム。そうそうそう、旧車のチームなんですか。そうです、旧車屋さん。へー、そうなんですね。非常に綺麗な車ですよね。車もこんな綺麗よ。あ、ほんまですか。そういや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 。いやいや、今日一緒に来てほしかったですね、よみがえりの。ありがとうございました。というわけでね、あのフロントのね、今オーナーさんからね聞いたんですけども、ボンネットで見えないんですけど、よみがえりという感じだったんですね。よみがえった箱スカということでね、非常に綺麗な箱スカでしたね。はい、ここにね510ブルーがありますね。これ非常に珍しいタイプの510ブルーだと思いますよ。これ初期型ですね。初期型、グリルの形状から初期型だと思われますが、フォグランプがねついているんですよね。ここにね、ここにフォグランプがついている。まあ、もともと510ブルーはねラリーカーなんでね、この感じがねラリーカーっぽいですよね。でオーバーライダーですね、オーバーライダーを装着している。でこのシルバー非常に綺麗ですよね。かっこいい黄色がかったシルバーなんで、当時ものかもわかんないですよね。で、あ、これいいっすね。これ、この純正のホイールですよ。この純正のホイールがいいんですよね。非常にね、これ当時ものなんじゃないでしょうかね、このホワイトリボンも。このシルバーとね、この純正の、このアルミキャップ。で、リアはね、4ドアなんで、このワンテールですよね。2ドアと4ドアでね、このテールの形状が違うんですよね。こちらは4ドアの形状。で、ブルーバードってこんなプレスラインだったかなと思うんですけども、ちょっとね、記憶にないんですけど、なんかプレスラインがね、凝った作りになってますね。ブルーバードはこんなんだったのかな。ちょっと記憶にないですね。で、3S ね。戦う 3S ですよ。で、岡山なんでね。桃太郎さんですね。はい。で、ステアリングは桃捨てに変えられてますね。桃捨てに変えられてて、で、バケットシートなんで、戦う車ですよね。戦う仕様になってますよね。はい。で、というわけでね、非常にね、シルバーが綺麗で、ノーマルの状態を保っているのが素晴らしいと思った510ブルでしたね。すみません、オーナーさん。偽物とかじゃなくて、いやいや、これな、はい、あのチャンガラだから、もう恥ずかしいけん、出されたらもう、ダメですか、うん、いやいや、めっちゃかっこいいんですけどね、わかりました、いや、ダメならしゃあないですね、うん、はい、いや、めっちゃかっこいい煙だと思いますよ、本当に。本物やったら、いや、本物乗ってる人がいてないですって、本物なんか、もう煙乗りなんですよ。ベッド頑張るとかもすごいな。だから僕煙大好きなんで撮らせてもらえませんか。どうぞ。ありがとうございます。はい、ここにね煙がありましたね。今ちょっとねオーナーさん恥ずかしがってね、最初は撮影ダメだって言われたんですけども、ちょっとなんとかね撮らせていただくことに成功しました。はい、R 仕様がバッチリ決まったシルバーの煙ですね。このねフロントグリルがいいですよね。この艶消しの黒、僕のケンメリとね同じ感じですよね。この艶消しだから僕この艶消しの黒はねハーハーしてしまうんですよね、はあ、でバーフェンはねこの、まあ、純正のガンメタのねバーフェンを装着していて、アルミアロンシャンですね。ピカピカなんでこれは復刻のロンシャンなんじゃないでしょうかね。はい、フロントからね、フカリムのロンシャンがね、装着されていますね。で、リアはね、リアのロンシャン見てください、これ。こちらはね、極太ですよね。極太フカリムですよ。はい。
で、剣メリといえばね、やっぱりこっからなんですよね。剣メリはこのショットが非常にかっこいい。このバーフェンツラツラにね、かぶったこのね、タイヤですね、ロンシャンが非常にかっこよく決まっていますね。で、リアもね、R 仕様がバッチリですよ。このリアガーニッシュの艶消しの具合もね、僕大好きなんですね。このリムとかね、このリアガーニッシュのこの艶消しの具合、非常にね、かっこいいですね。はあ、で、お約束のデュアルマフラーですね。これがね、ケンメリはかっこいいなと思うわけなんですよね。はい。で、シルバーもね、ちょっとこの黄色がかったシルバーということで、これがね、かっこいいですよね。で、室内もね、R 仕様がバッチリ決まってますね。アルミのメーターパネルに、で、ダッツンコンペですね。ダッツンコンペのホームボタンは箱スカ用なんですけども、非常にね、かっこいい、戦闘的なスタイルですよね。オーナーさん、ドア開けさせてもらったらダメですかね。いいですよ。あ、いいですか。あ、いいですか。あと、それとね、エンジンルームなんかも見せていただけたらすごい嬉しいなと思うんですけども。ない方がいい。あ、すみません、ありがとうございます。オーナーさんのご厚意でね、ちょっと室内を見せていただけるんですけども。前だけやったらいい。はい。前だけやったらね、映していいという許可をいただいたんで。旧車あるあるで道具とかないろいろあったんだよ。はい。はい、今ね、ちょっとオーナーさんね、許可をいただいて、前だけだったら映していいということなんですけども、これ後ろのシートもめちゃくちゃ綺麗なんですけどもね、シートはね、まず、バケットシートですよね。で、このダッツンコンペにね、ホームボタンは、これ、箱スカ用のホームボタンですよね。で、非常に綺麗なね、インパネ周りですよね。アルミのメーターパネルに交換されてね、この7連メーターがね、ケンメリはね、ケンメリのインパネはかっこいいんですよね。で、時計の部分は水温計にされてますね。この一番左はね、時計なんですけども、まあ、時計はいらないということで、水温計にされているというね、戦闘的なインパネ周りですよね。で、こちらのシフトノブもね、これも変わった R っぽいですよね。この赤でね、R っぽいシフトノブになってますよね。で、GTX なんでパワーウィンドウですよね。で、別途ね、クーラーをつけておられるんでね、これ夏でも快適にね、乗れるということですよね。で、あれ？オーナーさん、このオーバーヘッドコンソールってこれ何用のやつなんですか？これ、多分、はい。ジャパンかなんか。ですよね。ケンメリじゃないですもんね、これね。ケンメリはもっと。なんで変えられたんですか？こっちの方がかっこいいから？うん。たまたまあったから。たまたまあったから。たまたまあったから。これ今ね、オーナーさんに聞いたこれね、このジャパン用のオーバーヘッドコンソールなんですね。はい。で、たまたまあったから、ということで変えられてるということなんですね。この黒を張り替えてるんですよね、天井。それは多分ね、張り替えてると思う。あ、前のオーナーさんがやってる。そうそう。あ、そう。綺麗すぎだろ。綺麗ですよね。黒ってな、R しかないですもんね、だってね。あ、R 仕様にしてるから、R 仕様になってる。ああ、そうなんですね。天井はね、黒にね、張り替えられてて、R 仕様にされているということですね。え、エンジンいいですか？今ちょっとオーナーさんのご厚意でね、エンジンルームを、わお、ビカビカですね。ファンネルビカビカですよ、これ皆さん。これ、赤のね、結晶塗装されたタペットカバーにまずメインが行ったんですけど、このビカビカのファンネルを見てください。これは44杯ぐらいでしょうかね。非常に綺麗なソレックス。で、この赤にね、結晶塗装されたこのタペットカバー。おしゃれなことにね、このキャップがね、ケンとメリーのアンブレラになってるんですね。この辺が非常におしゃれ。はい。で、タワーバーもね、赤色。ね。赤が非常にね、かっこいいですね。はい。オーナーさん、恥ずかしいとこ行ってね、謙遜されてましたけど、めちゃめちゃかっこいいケンメリーですよね。はい。オーナーさん、めっちゃ可愛いって言われてるし。
こだわって。あのアンブレラがいいですよね。まあ、オーナーさんはね謙遜されてましたけども、意外にね助手受けが良くてね、まんざらでもない表情をされてましたね。はい、というわけでね、非常にかっこいい剣メリの R 仕様でしたね。すいません、オーナーさん、ありがとうございました。またよかったらチャンネルもまた見てください。ありがとうございます。エンジン音までかけ、あ、エンジン音までそれはフリなんですよね。いや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 、まあ、確かにフリはいただいたんで、フリはきっちりね。これね、はい、音が可愛くないんで、すごい。ちょっと後ろからもいいですか。すさまじい獰猛な咆哮ですね。はい、非常に。いや、非常に獰猛なエンジンでしたね。ありがとうございました。音が可愛くないんだ。45年式の箱スカがありますね。めちゃくちゃ綺麗な箱スカなんですけどね、見てください、このピッカピカにね輝いたウェーバー3連装。はい、大好物なんです。あれ、これ R なんですか。もう人が悪いな、もう。これがね、名機 S20 ですよ。